ペタシス主薬は、ジメチルチタの線のことで、塩化メチルマグネシウム、またはメチルリチウムとに塩化、下の線を反応させることによって、容易に作ることができる。カルボニル元の末端アルケンへの変換に使われるが、これは、テッペシ薬お及びウィッティヒ反応によく似ている。ウィッティヒ反応とは異なり、ペタシス主薬は、アルデヒドやケトン、エステルを含む、 広範囲のカルボニル元と反応できる。また、ペタシス反応は、テッペシ薬と比べて空気に対し安定であり、純粋な個体として分離することができ、トルエン THF に速やかに溶解する。オレフィン化試薬の活性種である c p ィッチには、ペタシス試薬をトルエン、または THF 中で、摂氏60度に熱することにより形成する。 ペタシス反応はマイクロ波刺激によって進行する。ペイック、JF ・ヒューズ、DL ・カイ、D ・コットレル、IF ・バーフーブン、TR、ダイメサル・タイター・ナシン、オーガニック・シンソシス、79、19、クロース、K ・ベス・チャン、H ・ユース・ト・スリー・ビックス・アン、ケン、1962、654、8度位、10.1002、 ジャラック、196億2654万103、クック、MJ フレーミング、EI、テトラドレンレット、2005、46、297から、300、ドイ、10.1016、J テトレット、2004.11、070モリーシー、ルバリル、LJORG、ケン、2005、70、8841から853、 ありがとうございます。